はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は中学校1年生が最後に勉強する資料の分析と活用の部分、ここを一章分をぎゅっと1個にね、まとめた動画を撮っていこうと思います。で、今、休校措置とかでね、その資料の分析のところが全部勉強できなかった方がいるとお聞きしたので、まあそういった方に少しでもね、役に立てればならと思って撮っていきます。なので、ぜひね、勉強のお供に使ってみてください。で、今から1個大事な話をします。あのー、 初見初めて今この動画を見てくださってる方はちょっとお付き合いくださいここの話。で2回目3回目って復習用に見てくださってる方は今画面にね何分何秒まで飛ばしてねって書いてあると思いますので飛ばしちゃってください。で何かっていうと今2020年に撮影してるんですが2021年から中学生教科書変わります。 何かっていうと、学習指導要領といって、みんながね、これを勉強してねっていう国が定める内容が変わるんですね。それに伴って教科書も変わるんですけど、この部分、この単元ね、内容変わるんですよ。ちょっと変わる。で、もともとはですね、えっと、この章一番最後に、近似値とか有効数字っていう勉強をするんですが、今の段階でそれがカットされる、なくなると言われています。なので、今回のまとめ動画には入ってません、その部分が。 でも、え、やったから困るんだけどってね、学校でやったから困るって方もいると思うので、もともとその部分の動画って撮ってあるんですね。だから、えー、概要欄、下の概要欄か、えー、動画の右上、この辺にびっくりマークにリンク貼っておきますので、ちょっとお手数なんですが、それとセットで見てください。その部分が必要な方は。で、もう一個が、もともと勉強なかった、内容としてなかった、 累積度数っていうのが足されます内容としてはこれは決定してるらしくってで、それは本編の動画では撮ってないんですよ昔撮ったものなんでねで、今回は入れてあります累積度数がだからもしかしたらえ、そんなの知らねえんだけどっていう方がいるかもしれないんですがえ新しい学習指導要領に寄せてる内容だと思ってぜひね聞いてもらえたらと思いますということで前置きね長くなりましたがやっていきましょう でまずですねこの単元の大事なところは言葉です、まあ、いっぱい穴埋めね作ってあるんですが言葉めんどくさいんですけどここ押さえないとね問題が何を言ってるかがわからないんですねなんで、まあ、そこをまとめていきますで今1個表1、まあ、小学校でもね似たような表を見てきてると思うんですがこれがありますでこの表に名前があってこれが、まあ後でも出てくるんですけどこの「度数」っていう言葉も大事。 でで度度数数分分布布表表と言いますすこれね度数分布表ですで今上にさ10人がミニテストを受けた結果が書いてあるんですけどそれが何点のとこに何人いますよみたいなみんなだったら昔の正しいっていう感じかなを使って数えたと思うんですが、まあ、それが入ってる、まあ、それでまとめたものが度数分布表です。でえっとちょっとここでね話がそれるんですけど大事なところなんで。 ええと、今から質問することがはっきり答えられない方は付き合ってください。で何かっていうと、今表の中に以上と未満っていう言葉が入ってます。行きます。以上、以下未満より大きいより小さい。この5個の言葉の違いがはっきり説明できますか？という問いがちょっと不安な方は付き合ってください。いいですか？ ででででここれはすすすね細かいことなんですけど大事です勉強していく上でも大事だし他の科目でも出てくるからね。で今ですねこの、まあ、10人分ありますよねでも何人って書いてあるんですがちょっと確認させてください28例えば28はどこかっていうと25から30の間だからちょっと正しい感じ行こうかここだよね31は30から3534も同じくここ23はここかでここだよ35です。 さあ 35, はどっちだ35から35なのか35から40なのか結論から言うと下下です下なぜかっていうと、えー、以上未満ありますねまあこれ以下も上に入れちゃいますこの「い」っていう漢字が目印になるんですけどこの「以上と「以下っていうのはその数字を含むって意味だと覚えてください。 つまりそそのの数数字字がが入入るんんだよってででで未満は逆ですすらないんですその数字がつまり30以上、まあ、単位をつけると点だね30点以上35点未満ですここの部分は35点未満っていうのは未満はその数は入らないから35は入りませんよって意味なの逆にその下の35点以上は入って入るつまり35点が入りますよって意味になります ちなみにさっき言った「より大きい」つまり35点より大きいみたいな表現35点より小さいっていうのもその数を含みません未満の仲間になりますここは厳密に覚えてくださいあやふやじゃダメですここは細かいけどね是非覚えておいてくださいだこれが日常生活で役に立つってわけじゃないんだけど例えばね自分ちょっと前にあのディズニーランドにね家族で行ったわけですよ その時にディズニーランドにソワリンっていう乗り物があるの。もう知らなかったごめんね。ソワリンって乗り物があって、あれ、えー、102センチメートル未満が乗れないんですよ、アトラクション。で、その時、うち今2人息子がいて、下の子がね、101センチくらいだったもんね。乗れなかった、結論としては。だから、101センチが乗れないのはわかるじゃん。これがダメですよって言われてたら。じゃあ、これ102センチ乗れます っていうところでまあ大事。大事っていうか、ピンポイントな問題にはなるけどね。結論としては乗れ、あ乗れます。102センチは。102センチ未満、未満っていうのはこの数は含まないんだよね。だからこの数を含んでないから100には乗れるの。これが乗れないって言ってるわけだから。まあそういったところにも使いますので、ぜひ以上以下未満、そしてより大きい、より小さい。この言葉の違いはしっかり押さえておいてください。 ってことで、まあ、戻るとさ35は下に入るからここえ27はここ30はこっちかこう39はここ31はここの26はここ134え三 <laughs> 345え待って俺のおーっと待て待て待てあんどっか間違ってるね。 ちゃんとなりました <laughs> 失礼しました <laughs> はいということで戻りましょうまあ、こういううっかりミスもありますからね皆さんお気をつけください <laughs> 説得力ねえなはいじゃ戻ります、えー、今度数分布表があってその資料を整理するために用いる区間区間っていうのはこれ20点以上25点未満みたいなこの区間、ね、このことをあちょっとこれ青にしようかな同じ言葉いっぱい使うんでねこれを階級って言います 階級でちょっと申し訳ないんでここ点々しちゃいますねここは階級です同じだからねあーっとっとっとごめんこっちは5だったわここが同じ階級ですいいかな今これが階級階級に分かれてるって感じでその区間、まあ、階級のことね階級の幅のことをそのまんまです階級の幅と言いますであんまりテストとかにもそんなに出てこないんだけど 多分ワークとかで言われ、ひょろっと1問あったりするので覚えてください。階級の幅っていうのはどれぐらい幅がありますかっていう話。で、20点以上25点未満だったら、右の数から左の数引いてください。つまり5だよね。で、全部統一されてるから絶対。ここの幅は5で、ここが10で、ここが12でとか絶対ないから。この度数分布表は全部5ずつとかなってるから、 25-20が5で30-25も5になってるから階級の幅は5ですこいつに関してはこれが幅ねでここ大事階級の真ん中の値これは言葉も覚えてください、まあ、階級階級っていっぱい出てきますけどね階級の値と書いて階級値って言います階級値でこれテストで出やすいんで後で出し方後でやります先に言葉いかせてください で次その階級に入っている資料の個数これをまあ最初にね度数分布表ってやりましたが度数と言いますつまりえこの数ですここ度数20から25には何人入ってるんですか1人ですっていうその数が度数資料に入っている個数だからねまあ今人数だけどさでまあここちょっと点々しますねその度数の合計に対する割合 ちょっと青でいきますあこれも赤でいくか赤にしとこう、まあ、今回出てきた言葉の中まだね下もありますけど一番大事ですこいつが相対度数って言いますで多分その度数の合計に対する割合って言われても何言っとんねんってなると思うからこれ後で言います説明する出される、えっと、こういうふうに出されるよっていうのも含めてね公式もあるんでこいつに関しては。 まあ相対度数って言うんだっていう言葉があるんだってまず押さえておいてくださいここまではねで次表の2にいきますこういう表をさ、まあ、こういうねグラフに書いたこともあると思うんですがえ表2のような中上グラフこの赤の部分じゃないですこの柱の方ね黒の柱の方を小学校だと中上グラフって言ってたんですがちょっと中学になると比数とこう気をつけてグラムって言います この中上グラフね、柱の方、立ってる柱のやつをヒストグラムです。何気をつけるかってグラフグラフって言ってるからヒストグラフって書きます。割と見せる。テストでこれ。もったいない。だから気をつけてください。ヒストグラムです。で、それぞれの長方形の上の辺の中点を結んだもの、つまり今で言うこの赤です。ここの真ん中、ここの真ん中、ここの真ん中っていう。 一番上の線の真ん中をこうつないだ赤のものそれを度数が折れた線だから度数折れ線って言います。度数折れ線いいかなまずここが「言葉になりますのでしっかり押さえておいてください。でですねで <laughs>。 今からまとめていくのは2つです。階級値、そして相対度数です。この2つを押さえていきます。で、その後に、追加された内容の累積度数ですね。について触れていくんですが、まず階級値からいきます。階級値は、さっきも言ったように、階級の真ん中の値です。いいですか階級値は真ん中の値。何かっていうと、25から25の真ん中の値、いくつですかって引かれてるんです。いくつですかつって。で、これがね、例えば、 1>, 1から5ってなってたらこれ階級値結構出しやすいんですよね <laughs> ごめん真ん中の数って言われててまあこんなん書かなくていいけどまあ1から5って言われてるじゃんこう並べた時の真ん中ってどう見てもこいつでしょだから階級値3なんですよこれもし言われたらねでも毎回こんなん書き出すの無理じゃないですかじゃどうやるかっていうと階級値に関しては今ねこの20から25って言われたら20と25を足してください 足してそれを2で割りますまあ、別に筆さやってもらって構わないですけどね 45÷2 になるのでこいつの場合は22.5ですで、この時分数使わないでください小数で言ってくださいいつか階級値ねこれが出し方です真ん中の数これが階級値で、テストの時に普通に階級値を出しなさいっていうのももちろんあるんですが え次のねあ、もう一個板書切り替わるんですけど、次の板書の問題の時に使うんです。こいつがないと、わからないと解けないんです、問題が。だから、階級値の出し方は、ここの数字、その階級の右サイドと左サイドの数を足して2で割るというのを覚えておいてください。まあ、これはいいす。サクッとね。で、問題がこいつで相対度数。まあ、めちゃくちゃ大事です、こいつは。 でまずね、公式、まあ、ざっくりの公式でいいか、えー、っと本当はもっとちゃんとね、書かなきゃいけないんですけど、サクッといくと、合計分の度数です。合計だ全部でいくつあるのっていう分のその度数を出します。これが公式 まあどう使うんだって言われた時にやっていきましょう。じゃあ同じくここ行きましょうか。20から25ですね。で、20から25のここの相対度数を求めなさいみたいな出され方をします。この階級のね。で、ここの階級には1人。まあ1入ってます。度数が。で、これ今合計で10人ですよね。K が10になってる。ってことで、相対度数は10分の1です。合計全部分のその度数になります。 でここも分数で答えることができないので小数にしてください小数はね分数からするときこう1010分の1ってなってたらこうします1割1 0ですこいつはだから1割1 0筆算でしてもらっても構わないのでやってもらうと0.1となってこれが相対度数になりますいいかなこれが相対度数の出し方ですだからまあちょっとねほんと余談でちょっといっぱいやっちゃって申し訳ないですけど 25から30ここの相対度数出しなさいって言われたら10分の3になりますだから3割1 0するから0.3になるよみたいなこういった形ですでちなみに小学校の時は相対度数なんて出てきません出てこないんですけどえー、パーセントを聞かれます小学校の時はねここはこのなんとこの階級階級って言わないわここに含まれるのは何パーセントですかみたいなで実はですねこれこいつに 100をかけたもの10になるんですけどこれがパーセントですだから小学校の時とやってる計算実はほとんど同じなんだよねそうだってその個数割る ÷10 して100かけたんだもんパーセント求めてる時はねそれをやってますだけど今は相対度数っていうのを聞かれるのでまあ問題によってはパーセント聞かれる時もあるけどね先生によってはなんか相対度数聞いてたのに突然パーセント出してくるみたいな人もいるけど引っ掛けようとしてね あそは気をつけてほしいんですが相対度数の出し方はコアで出していきます。い,いかな覚えておいてください。で、えー、っと追加されるやつなんですがまず書いておきましょうか。ちょ書き順間違えました <laughs>、まあ。キーワードはこの言葉です,累積です。で、それに度数がくっつくんですけど、累積度数。 ってていいいう言葉を覚えておいてくださいもちろんまだね学校でやってない方もいるかもしれないんですがまあそんなに難しいことではないので覚えておいて損はないです累積度数いいかなでちなみに累積相対度数もあります同じ相対度数に累積くっつくか度数に累積くっつくかの問題なんですけど累積っていうのは積み重ねるって意味があります積み重ねるで何かっていうと例えばえっ、ー、と25から30 えー、ここのちょっと板書入るように計算したんだけどあギリギリ消えてますねいこう、えー、25から30の累積度数を求めなさいって言われたらここまでに何人積み重なりましたかって話つまりもちろん少ない方から数えていくんですけどここに1人いますでここに3人いるから累積度数はここ4になりますだってここまで4人いるんだもん 同じようにやっていくと30から35までは1、3、4までいるから8になります。いい。こうやってやっていくの。累積度数っていうのは。つまり今ここは1です。累積度数。で、ここが10になります。で、合計の部分は表記されないので当然ね、合計合わないからさ、ここは×ですね。これが累積度数。これだけです。少ない方から数えていく。上からね。 ここまで4人いました8人いましたみたいな感じよろしいでしょうかで累積相対度数っていうのは累積度数を使った相対度数なの累積くっついてるからつまり全体10は変わらないでしょだからここだったら10分の累積度数は4だったから4をやりましょうってで4割1 0するから0.4ですよねっていう。 これが累積えー、と相対の方ねこれは相対の方で累積相対度数ですだからま相対度数の計算の仕方が分かってて累積度数の意味を分かってればここは苦労しませんやってること同じだもん問題ないのでぜひこういう風にやるとセットで覚えておいてもらえたらと思います ではねかなりごちゃごちゃといろいろやってきましたがまずここまで整理しましょう次も結構いろんな新しい言葉出てくるんでパニクってしまうのでまずここまで復習してもらって大丈夫と思った方なった方は是非ね途中次の番書行ってもらえたらと思いますそれでは次の番書切り替えていきましょうで続いてはですねさっきのが残ってるんですがこいつを資料 A と名付けましたで今この資料 A を使ってこの4つを求めていきます この範囲、平均値、中央値、最頻値と言うんですがこの求め方を覚えるのがこの後半の皆さんのまあ、テーマというかになっていきますでねまず言葉からなんですけど、えー、3つカタカナがあります範囲は別名レンジと言いますで、平均値書いてないんだよね教科書だいたいねで中央値がメジア、ン、最頻値をモードというのでこれも覚えておいてください あんまりないですけど定期テストで言葉を出した先生は見たことがありますみんなの先生がもしかしたら出す先生かもしれないので言葉もねセットで覚えておきましょうでまずは範囲からいきますこの資料だけですこの2つじゃあなんで残してんだと思うかもしれないんですがこいつに関しては後で使うのでまあ、ちょっと今置いといて、まあ、ないものとしてもう気にしないでくださいでね今1人の結果があるんですけどこっからまず範囲を求めるためには、えー、こいつをですね並び替えます 10人の結果をねでどう並び替えるかっていうと、えー、並び替えこれをしていくんですが小さいい方から並べていきますこれちょっとミスらないようにチェックしていくんでまず一番ちっちゃいのは23だね23シ、まあ、必ずチェックしていきましょうちょっと時間かかりますがここは丁寧にいってくださいテストの時もね26 えー、2728かな2728で、えー、3031で31もう1人いるねでこれもう1人いる時はちゃんと2人分書きます、えー、312人やるけど1個でいっかとかはダメです2人いるなら2個3人いるなら3個書きますちゃんといいで31書いてあとが34あー入らないんじゃない34 35 39か、ちょっとごめんなさいね、失礼します。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人分、えー、書き忘れはありません。こうやって並び替えます。いい？で何するかっていうと、まず範囲はもうこれができれば楽勝です。一番大きな得数字から一番小さい数字を引けばいい。つまり39引く23なので16と。 まあ一応単位は点なので点つけておきましょうか16点、えー、これが答えですこれだけですはい。つまりこのテスト結果はどっからどこまでの範囲なんですかってどれぐらい幅、まあ、幅っていっちゃうかがあるんですかみたいな感じですだから一番大きなやつから一番小さいやつを引いてくださいで次が平均ですね平均で平均に関しては平均値ってなってますけど小学校でやった平均と一緒ですつまり 全部足して<い>全部足して、えー、人数分で割ります今10人いるから10で割るとね、まあ一応全部足すとですね先にやっておきました全部足すと304になりますこれをね全部足すと304割る今10人いるから10をしますそうすると3 0 4割る1 0筆算すると30.4これが平均です ただただですね中学生になったのでちょっとかっこいい解き方ができると個人的には嬉しいなと思っていてそれが何かっていうとですね基基準準をを決決めめて解くやり方です基準を決めますま平均の問題の嫌なところはどうしても数が大きくなるんだよねだ足すのがめんどくさいそしてミスが出やすいです計算ミスがじゃあその計算ミスを防ぐためにですねだいたい真ん中の数を決めてしまうんです まあ自分だったらキりがいい数字が好きなんで、まあ、真ん中ぐらいだから30を基準にしようと。つまり、えー、今、ちょっと30を基準にします。基準にね。そうすると何様素起こるかっていうと、30と比べて31って1個多いからプラス1でしょ。だこいつもプラス1、34はプラス4、プラス5、プラス9ってなるじゃないですか。 こいつとと比べるとって話です1多い1多い4多いって言ってで30は同じなんで、まあ、0としておきましょうで逆に少ない方は28は2少ないんでマイナス23少ない4少ない7少ないってこうなります30を基準にするとで今青で書いたやつありますよねこれを足すんです全部足すのでまあマイナスあるからやだって方もいるかもしれないけど自分としては こう、二桁とか三桁出てくるよりは簡単かなと思います。じゃ、まずプラスの方からいくと、2、6、11、20だから、右側プラス20だよね。で、左側がマイナス5、マイナス9、マイナス16なので、こうなります。つまり、青のやつを全部計算すると、プラス4になりました。20引く16だから。これを今、10人で割ります。同じように。10人で割るの。そうすると、4割る10なんで、0.4になるんですよね。 でこれが何を表してるかっていうと30を基準にした時に平均のズレが0.4まあプラス0.4にしとこうプラス0.4ですよつまりは30に0.4を足せばいいこいつを基準にしたからねそうすると30.4となって同じ答えでしょ個人的にはこれはえっ、ー、とできるようになってほしいだからテストの時にさ あ,あ、思いつかなくて、わーってなっちゃうんだったら、こっちやってもいいと思うの。でもさ、選択肢が2個。解き方をみんな2個持ってたら、その、もし両方テストの時いけるんだったら、確認もできるんだよね。計算ミスしてないかなって。1回目は赤でやってみた。で、まあ、一周し終わって、見直しの時に、じゃあ時間もあるし、青の方でやってみようかなって。青でやってみたら答えが一致してればさ、まあ、大体計算ミスしてないよ。2つ、同じなってるから。っていう確認もできるので、 数学っていうのは解き方のアプローチ方向あと道筋がさ複数ある方がいいんですよ確認ができるんでねなのでよかったらこのやり方を覚えておいてくださいこれが平均ね平均値かで次が中央値です中央値でこれはですねちょっともう一回書きますねえ小さい方から並べたやつこれね並べたのが大事です232627 28303131343539合ってるよねはい大丈夫かな、はい、ということで中央値はその言葉のまんまです中央の値ですつまり小さい方から並べた時にど真ん中の数字どこですかって聞かれてるのいど真ん中の数字ですでこの問題中央値っていうのは今ある置いてある数が 奇数だったら楽なんです。楽なの。なぜかっていうと、ちょっと減らしましょう。今10個あります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。10って偶数でしょじゃなくて、ちょ、39ごめんな。ちょっと一回ちょっと聞いといて。9個に減らします。そうすると、両サイドから数えていきます。いいか、こっち。1 2, 3, 4,、2、3、4、5! ってことで、お前、中央値っていう感じで決まるんです。ピンポイントで決まるの。奇数だったら。 だから、もしこの状態で中央値って言われたら30点と書いてください。でも、今は偶数個です。39いるからね。その時は、1、2、3、4、5ってなっちゃうね。じゃあ6がないから、30と31の間のここが中央値なんです。いいピンポイントで決まらないの。こいつとこいつの間っていう形になります。で、まあ、こいつの平均を取るとよく言うんですけど、 30と31の間の求め方はその2つの数字を足して2で割ってください。だから61を2で割るので今は30.5となります。だから中央値は30.5点と。これが中央値の出し方です。 やっぱり割とね偶数個そのねこれとこれの間ですっていう出し方で出されることのが多いですなので、まあ、ピンポイントで決まる時もありますけどこうやって出すんだと覚えてくださいこれが中央値必ず少ない方から並べた後に数えてくださいこうやってね、まあ、もちろん慣れてきたらねこの12ってやんなくてもえ何番目と何番目の間でしょってわかると思うんですけど、まあ、慣れるまではこうやってやっていきましょう <laughs> ということで、いっぱい喋りましたね。あ最後、再頻値いきましょう。再頻値はですね、ちょっと漢字を、えっと、言い直すと、最も頻繁な値です。最も頻繁に出てくる値です。頻繁、一番出てくる数字、いくつなのってことです。つまり、まあ、並べなくてもいいんですけど、この中でいっぱい出てきてるのは、この子だよね。31。この子は2回出てきます。 みんな1回しか出てきてないんだけど2回出てる最も頻繁に出てきてる数字なのでその31点を書いてくれればそれが答えになります。だからもしその並び替えなくてもねもともとのテスト結果がちょっと数減らしますけど232424242525っていうこういう結果だとします。 25は確かに2個あるんですが24の方が3個で多いよね最も頻繁に出てきてる数はこっちになるからこの時は24点というふうになりますこれが最頻値です平均と中央やったあとだとねすごい簡単に感じると思います、まあ、簡単なのは実際ね最頻値はやりやすいんででひとまずここまでで終了です終了なんですがちょっと延長線がありますしかもめちゃくちゃ大事な延長線です よかったらねまだちょっとみんな元気がある方はまだお付き合いください。で何かっていうと今この問題はこういう具体的な表ね結果が分かってる状態で求めていきました。でも問題によってはえーっとこれポイントで書いとこうか。ポイント。問題でね最初から 度数分布表しかないことがありますえ度数分布表しかない時これがポイントポイントっていうかこの解き方を覚えておいてくださいつまりこれがなくてこいつしかないんですちょっと今下は使わないんでねあの表だけでいきます度数分布表しかない時どうするのっていうのを覚えてください でまず、まあ、平均と最頻だけ押さえてほしくって最頻、えー、値のほうね。で最頻値はですねこれ大事なのがその前のホワイトボード1個前のホワイトボードで勉強した階級値ってやつが大事になります。ポイントは階級値です。このくときにね 今最頻値最も頻繁なのどれですかって聞かれた時にこれはさ度数分布表を見た時に当然4人のところが一番多いのはすぐ分かるよね4人が一番出てきてるよってでも4人のところが35から3お前30から35ってなってるからそれの何の数字書いていいか分からないんだけどってなっちゃうわけ今みたいに31点ってピンポイントで分からないからね 今、これが分かってないから、これがない状態で解いてるからね。え、どれ書けばいいのかなってなった時に、一番多い階級の階級値を書けば、丸になります。つまり、30と35の階級値、さっきやったね、階級値っていうのは、こことここの数字を足す。60、インクがやばい。65を2で割ります。足して、2で割るの。そうすると、えー、32.5か。で、それが、 答えになりますこれが度数分布表しかない時の出し方階級値が分かんないと解けないんですこれで割と出てきますこれ度数分布表しかない状態で求めなさいっていう問題でもう一個、えー、次は平均ですねでここでも階級値が大事になってちょっとこれは解きき方だけでいきますもしかしたら自分そこまで考慮しないで作ったんであの計算うまく出ないかもしれないですけどちょっと消しますね 今、平均出すときは全部足して10で割るっていうのをやりましたね。まあ、基準を作ったときもありましたけど。でも、このときはできないんですよ。何点が何人いるかがわからないから。じゃあ、どうするかっていうと、全部の階級の階級値考えます。20から25、ここの階級値、間の数ね。足して2で割るから22.5です。その22.5と度数の人数をかけます。 だから 22.5×1 をするんです。22.5×1 でメモっときますね。次です。ここの2つ目、階級値真ん中は27.5になります。その 27.5× 度数の3をします。つまり、階級値×度数をやっていくの。で、次もそう、階級値が 32.5×4 です。4。 で最後がこの階級値3 7 5点2かこうやって値が出てきますよねこうやってちょっと今事前にやってないんでごめんね出てきたものをそれを全部足して4つの全部足してそれを1人で割ればいいだから階級値かける度数を押して全部足した上で10で割るっていう これが度数分布表しかない時の平均値の出し方になります。なのでしつこいんですけど、階級値が出せないとこれは手が出ません。こっちに関しては全くわからないはずだから、大事言葉。まあ、階級値まあ、相対度数とかもすごく大事なんですけど、まあ、言葉がいっぱいね。出てくる単元ではあるんですが個人的な意見ですよ。まあ、ここの初めてこれだけ聞いただけだと難しそう。とかごちゃごちゃしてんなって思うかもしれないんですけど。 あののね変化球がないんですこの単元今やったここでやった内容を押さえておいたらほとんど解けると思うこの単元って相当難しいなんか私立入試とかじゃなければ割と対応できますこれだけでもあとはみんなが実践でいっぱい練習する人は出てきますけどなのであんまり臆することなく取りやすい単元だからこそ、えー、ちゃんとしっかりね得点を取れるように 復習でまたねやってもらってみんなが自分自身の力で解けるようになってもらえたらと思いますではねちょっとまとめ動画なんで長くなってしまったんですがここまでお付き合いいただきありがとうございましたえしつこいんですが勉強っていうのは1回1回でわかるもんじゃありません何回も繰り返して定着させるものです え授業を聞いて分かったじゃなくて自分の力で解けるまで持っていくのが、えー、得点アップの道になりますのでぜひね繰り返し、まあ、これだけじゃなくていいんですけど繰り返し見てもらえたらと思いますそしてえっ、ー、となんだっけあれ <laughs> 有効数字とかの部分の関しては下の概要欄もしくは右上のねびっくりマークの方にリンクでそっちの授業を貼っておきますのでそちらを見たい方はぜひそちらもよろしくお願いしますそれでは今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました